えー、実はですねこの3人あのピートさん、えー、と東京国際映画祭9年ぶりなんですけども前回はですねあのタレントタイムの音楽監督として、えー、監督と一緒にお呼びするはずだったのが、うん、安見アフマト監督が急に亡くなって、えー、ピートさんが来ていただいた。 っていうそのツイ、えートのイベントへのご参加ということだったんですね。とえっ なんかまだ YouTube でその時の模様は見ることができるんですけれども、うん YouTube, so、<laughs> あの we <laughs>、えー、そうですね、もうあんな泣いたのその後もないっていうぐらいですね。うん、ティッシュボックスがこう <'re> ゲットない、行ったり来たりした光景がまだ見られますけれども。 えっと、MC も私で、えー、通訳松下さんっていうが同じ顔ぶれです so, <laughs>。という、まあ、何かのご縁で,で今日最後は「IGO」というあのタレントタイムの曲で締めたんですけどもその時あのピートさんミニライブをやっていただいたんですけども「IGO」を。Mm hmm. ね、予定してたんですけど、mm hmm. これ歌えないっていうことで急遽他の曲になった、mm hmm. というのを覚えています。を代わりに歌ったと思いますね

もう最後まで歌い切ることができないんです。はいえー、ですのでねあの、映像として残っているものを、まあ、あの今日はご覧いただいたということになります。はい I didn't write the song for Talent Time. I wrote the fo song for, mm. for Korea actually. It was released in Korea as a single. アイコーは,です、ねあのはえー、エアスミアフマド監督がとても気に入ってくれてずっと彼女のまココロニかかカティタ、キョクデアタレンタイムに起用されたんですけれどももともと僕はデスでカンコシングルとしてリリースス。えー、That's why in the beginning of the video you see k o r e a n n e k a n て o c o スシン。<Korean writing. S 1> And、uh, I didn't tell anybody in Malaysia I was releasing a single in Korea. <laughs> There was a request from my Korean management. Mm -hmm. So, but one night, uh, Yasmin found out on the internet that uh, she heard the song and she called me up very early in the morning, she, maybe 3 o'clock in the morning. That's normal time for us. Mm -hmm. And uh, and she said, I'm gonna swear, so I'm sorry, but that's how we speak to each mm. other. Mm -hmm. he, she said, Are "You busted. Mm -hmm. <laughs> Why didn't you tell me you releasing you release a single mm. in Korea? I love it. Mm. Can I use it in my new movie? Mm -hmm. I say, yeah, yeah. Put on the phone now. Yeah, use it." <laughs> mm. あのなのに休みはですねこの曲のことをネットで探し出して朝3時ですかね電話かかってきました、まあ、僕たちにとってはごく当たり前の電話をし合う時間なんですけどでまあすごいこと結構罵り言葉でいつも話し合ってちょっと昆虫症というかちょっとあんた何よみたいなニュアンスですけどえっ、ー、と 何私にこの曲リリースって一言も言ってくれなかったじゃないのよみたいな感じでシングルね、出すって聞いてないわよっていうことですごく気に入ったから次の作に使っていいかなっていうふうに言われてうん、いいよ、ガチャッと電話ちゃったんですね。で、このアインをあまりに気に入ったので、もう映画のね、タレントタイム全部を手掛けることになりました。

ね、音楽を作るっとしてはなぜとって言われても、あまりそう特定の理由で書かも、い場合も、多いですね。ても、あまりとって思ったのはも、っても、あっても、あまりとっても、あまりとっても、のまりとっても、あ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 まも、あまりとっても、あま s とっても、h まりとって t あ e りとっても、あまりと n ても、e まりと 私の仲、えーまあ、でですね、とくに、まあ、意味をなさない、彼女に対して書いたということではあれば、リニカなっているけれども、ちょっとあまり、まあ、自分でもハークできてないことはあるんですね。Uh, Yasmin and I、uh, have been friends a long time before she died, but, but we don't meet each other very often. まあ、長年友人だったんですけど、実際にメントがっていうことは、機会少なかってんですよ彼女は私はそれっているのであれば、あなたっているであれば、あなたはそれを持ったしそもツアーてく出てましたはているのであたはそれ

Uh, で、まあアまあそのアイゴーの直前にも今皆さんご覧になったチョコレートであったり、えー、ヒアインマイホームコロモネキねードサヨデシティアネカノジョト。そ、ね、so、in a way, she was a little bit like a fellow soldier、うん。マトモニタタカウマドメメユテ Ishki strange which is。 Words go silent、mm. ,Like Soldiers to the Grave、mm. あの一行あるのが Words go silent l i k e s o l d i e r s t o t h e g r a v e えー、言葉がまあ音をまあ発しないというか、まあ音をなくして、それはまるで、えー、兵士がまあ墓にまあ眠りにつくようにという感じなんですが。 なんで、この一行なぜ書いたのっていうことを彼女はすごく興味を持ってましたねまたなでですチョコレートがまあ遺作となったわけですね。 それで自分で思ったんですよ、彼女のために書いたのかもしれない。休みのことを話し出すと、もう止まらないので、今日主役はピートさんなので、えー <laughs> あの、ちょっと他の映画祭の宣伝になるんですけども、もピートさん、一番新しい活動としては、えー、来月の東京フィルメックスさんで上映されます。Mm hmm. 中国出身のインリアン監督の、まあ、日本タイトルは家族旅行ですけども、えー、現代が自由行き、えー、英語タイトルがファミリーとは、えー、こちらにまあ主演ですね、えー、役者として出ておられるのでぜひあの監督は来ると思うんですけどもピットさんが来るかどうかはあの分かんないので、えー、今宣伝しておきます。 はいというわけで皆さんからおきになりたいことを受けたいと思いますけれどもありがとうございます。立花と言いますけど 先ほどの,の「IGO」の歌が韓国であの出すということを聞いてちょっとあっと思ったんですけど「IGO」っていうのはあの韓国語で「Oh my god」とかそういう意味で使う言葉ですよね。だからそのこれは本当にテオさん安美さんの関係なく「IGO」をその韓国で出されるって決めた時には何かその韓国側から。

came to me that i go means uh, oh my god that what it implies in korean phonetically um, so were you were there anything uh, you heard or anything from the korean side that this is it's meant as lament or with what thought you gave it this title i don't normally explain my songs mm -hmm. i don't i don't like to explain my mm -hmm. songs so the, you're right. The 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 Korean management did ask me. That's why when you said I go is is oh my god I know because the Koreans tell me. Mm -hmm. um, uh, for me, it's is 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 complete accident because I think I just like the image of of going. Uh, and if you look at the lyrics, and I'm going to break my rule, and I'm going to explain a little bit about my <laughs> lyrics. Uh if you if you look at the lyrics actually you're not sure who is going. The one who passed, is she going or he going or is the one who's staying is going. The one who's alive is going. Mm. You, it's it's a bit of a mind trick in the mm. in the whole lyrics, yeah. Uh no you ne know, I mean, tada といういルルールを定め中国でもあ,あごめんなさい韓国でも「ああ相っていうの私が付けたタイトルですけどあのそれはもちろん韓国の方で、えー、言われましたただ、えーまあ、偶然というか自分でこの「愛好というイメージがあってそれは何どこか行くっていうことをモチーフにしたいなということで,でちょっと自分の規定を破って説明をするとですね、えーまあ ただこのゴーっていうのがなくなる人去っていくその人が行くか残された人がどこかへ行くのかっていうのは自分でもはっきりと決めているわけではないです。はい、えー、よろしいでしょうか。はい、次行きましょういかがですか。はい、えっと素敵な映画をあの見させていただきまして本当に。 本当に素晴らしかったですありがとうございますあのであのやっぱりあの音楽のことでちょっと聞きたいことがあるんですけれどもあの、まあ、あのこの映画の音楽、まあまあ、曲ですよねあの歌とか入っている曲でもあるんですけどその曲がやっぱりそのけ結構リズムとかその、まあ、英語が持つそのリズムとかそ,それがなんか重視されていて結構あの結構 いろいろなそのメロディーとリズムとか楽器とかっていうそ,それが一体となってそのあの,あの演奏されてるように聞こえたんですねであのまあ、私があの思ってる常々思っていることなんですけれどもあの日本の曲ってなんか結構メロディーとかがあのそのなんか 重要視されていて、なんかリズムとかそのハーモニーとかっていうことがあまりなんか重要視されていないなっていう気,気を感じるんですよね。それがあのこの映画の曲、いろいろな曲とか、まあ,あのアメリカとかいろいろな欧米の曲とかだと、あのやっぱりその結構音楽あのえっ、ー、とメロディーとかリズムとかハーモニーとかが一体となってやっぱりその 聞こえててくるるような気はしてるんで、すよフ、ね、ィートさんはあのそのことに関してどのように感じるかなっていうことがちょっと聞きたいことですね。Thank you for fantastic works.、はい、And、um, what I feel is that compared to Japanese songs,、um, Maybe because it's English or the rhythm or the, the melody, what it is. The Japanese song tend to be, it's not about the harmony or rhythm, but uh, songs that you write. Um, also, I feel this is what I felt was American or European uh, music. Um, it's well integrated, whereas in Japan, it's not the case. And i just like to hear your thoughts on that. 難しい質問をいただきました。<laughs> um, どうやって自転車に乗るのって聞かれたようなものですよね。Think about it. 乗れたらもう考えないですよね。なぜ乗れるのか。えっと、 To me, I've always um, look at lyrics and melody as the same thing. I'm not one of those writers who write words first or melody first. I write them together. シト、えっと、メロディーっていうのはあの僕にとっても一緒の切ってはキッはなせないものえー、中にはまず詩を書き上げるっていうまあネオンが書きそうじゃないう分でねオンを書き上げるっていうのは僕の場 a はそうじゃないんです。え まあそれよくね、やすみんとも話したのがどうやってそれがね浮かんだのとかできたの言って、うん、なんかそこにあったなんかね飛んできたものを捕まえてようなもんだよと。 Before you write, the next line already is in your head. As you're writing this line, the next line is in your head. It's very fast. Um, and the rhythm uh, and the melody is integrated because of that. I I don't know how to explain to you. だからそのリズムやメロディーが、ね、一体化しているというのは、そこがまあ説明できないところですよね。もう一緒に来てその来るものをパッと掴んだ中に一緒にもう最初からなっているわけです。え、私はの時に、ただあの、まあ、よく自分でやることが、えー、最初に書いて、まあ、第一稿というのはもう捨てる。

本当に子供の頃から猫、ね、詞などを書いてきたんですね。いてて生き It's really good. But two months later you will only remember those two lines. Yeah, this I hope I know I'm not answering your question, but I'm trying to describe to you that, that it's impossible for me to

One more message or last message. Thank you very much for coming to see this. <laughs> <laughs> <laughs>